では3つ目いきましょうか。3つ目はね、いよいよね、じゃあもうちょっと深く専門的になってくる辻村さんの一番得意なご経験豊富のゲノム、ゲノムですね、に関してちょっと状況とか、コツっていうのかな、本当教えていただきたい。そうですね、日本でゲノムを研究されてる、ね、方はまあまあいらっしゃいます。私も知り合いので、ね、教授なんかゲノム一生懸命やってまして、この前実はサイエンスにアクセプトされた。おお、すごいですね。今度お祝いをしようって言ってたんですけど、それを置いといて、一方でやっぱりね、日本ゲノム弱いです。弱い、うん、コロナありましたね、ええ、コロナ皆さんね、多分日本国民全員が PCR、うん、知ってると思います、うん、何の略か知らないと思うんですけど、うん、何でしたっけ。ポリメラーゼチェーンリアクション。ポリメチェーンリアクション、英語で言うとプリメレーゼチェーンリアクションですよね、うんうん、だからDNA 合成酵素連鎖反応、その略は PCR。 なるほど、うん、だから初期のゲノム研究は PCR も大活躍して、はい、でも今も遺伝子検査という意味で、うん、PCR は防衛スタンダード、うんうん、ここから先本当昔の話になりますけど、 PCR っていうのはそもそもシータス社っていうのが基本的に持ってたんですね、うん、でそれをロッシュ大学が会社ごと買ってた。ああ、買収したんですね。で、ロシアが持っている酵素特許と PCR っていうのを組み合わせて、強大な PCR というのを作り上げて、もう本当に PCR といえばロシア。ロシア。なんですけども、実はそのチータス社が、実は、日本にも臨時たんですよ。買ってませんか。そうですか。断ったよね、日本の会社は。なんだこんなもんって。何使うんだよ。買っときゃ、こんなもん。まあ、なるほど。で、実はね、買わなかったんだ。それはロシアが買った後に、日本の特許が、PCR 特許が正式になった時に、実は日本の各製薬メーカーがマットをかけようとしたんでね、特許庁に。で、その時の審査官が、まあ、スコール、まあ、私の知ってる審査官だけども、そんなもん待ったらダメ、こんなもん、すごい発明なんだから特許すると、バーン特許した、うん。そこから日本のトラウマが始まって。あ、そこから。と私は勝手に思ってます。だって PCR、あんだけコロナになったんだけど、検査機械が足りなかったでしょ。ああ、全然足らなかった。で、昔の戦前で戦中みたいに、各大学の研究室から PCR マシンが借り出されて、うん、検査に使うみたいな事態が陥っちゃって、ね。それだけ遅れて普及されてないってことは研究も進んでない。だから PCR は特許を取られちゃったから、もう免疫で行こうってね、日本の。あ、会社免疫から PCR の特許を買いくぐる東温増幅って走っちゃったんですね。でも今回のコロナでは PCR で終わったというか、ゲノム敗北、うん、最初のプロ、ヒトゲノプロジェクトで1回日本は敗北したって言われてますけど、僕はコロナで2回目の敗北だと思って。そうなんだ。でも今はもっと最先端、先端を取り組んでる先生とかいっぱいいらっしゃるじゃないですか。いますよ、もちろんいるんだけどね、男性数が少ない。でやっぱりゲノム研究しているのは、まあ、PCR はもう、単なる検出機になってます。やっぱ次世代シーケンサーってなってます、うん、シングルセルとか。そう、まあ、もっと先の、まあ、次世代シーケンサー、まあ、要は DNA を読む機械です、ね、はい、でこれの台数とか、うん、これを扱って研究している人が少ない、うん、だからコロナの時の論文もやっぱり日本少ない、うん、本当に少ない。だからコロナ研究でも遅れてるっていうのは現状にあるんですよ、うん、それどう、どうしたらいいんですかね。やっぱりなんとなく単純に僕は思うのは、もっと金が儲かる仕組みにならないとやる人も増えないんじゃないかなっていうのと、このステージっていうかプレステージ、私としては裾野をやっぱり人材育成、人材育成っていうのはやっぱりまず基礎研究としてのゲノム研究にもっと投資してほしい、うん、国にまず、うん、でもしか できたら民間にも、はい、どんどん投資してほしい、まあ、ちなみにね、この前いつだったかな、2日前かな、ネイチャーで出ますよってね、Google がね、アルファホールドっていうのがあるんですよ。これアルファホールドはタンパク質の立体構造を予測する装置だったんです。ついに DNA の立体構造を予測できまして、アルファホールドかアルファホールド3っていうのが出たんです。やっぱゲノムはちゃんと支柱に入ってる、そうだ。だからそういうぐらいやっぱゲノムに対するそのなんか認識がすごく高いんですけど、日本はね見ててもなかなか
昔は理研とかですね、理学研究と研究でやってたんですけど、やっぱり世界的に見たらちょっとちっちゃいです、ね、あのちょっとずれちゃうかもしれないけど、例えば東北大学の東北メディカルワークさんがフルゲノムの情報を何万人かも持っ やってますね。ああいうのをもっと活用するとか、もっともっとやった方がいいですよね。もっともっとやるべきですよね、もっともっとゲノムの研究を もっとそのやっぱり、あの生命現象の根幹ですから、遺伝子が、そこからタンパクが出てくるんで、免疫反応はそのずっと下流なんだよ、だからそこのところのやっぱり研究っていうのはすごく出てる。でもっと言うと、あのゲノム研究は一プロジェクトで終わったから、もう例えばそうやったわけでは出てこないとか言ってますが、全然そのことない、分かんないことだらけなんで、今後もっと出てきますよ、いろいろ。だそこをやっぱり目をつけない、ちょっと国家的にももっと、半導体もそうかもしれないけど、ゲノムにももっと投資していきましょう。そうですよ、ゲノムは投資してもらえると、あの逆に向こうにゲノム情報を取られちゃうと、もう日本立ち行かなくなっちゃうんですよね。そのぐらい大事だってことですね。大事ですよ、ゲノムは。あの本当にみんな取りに来たいので、だからゲノムはですね、やっぱりもっとあの国を挙げて、やっぱり研究を底上げしていただきたいですね。特に研究なさっている皆さんも含めて、なんかこうもっと声を上げてそういう方向に行く話がありますね。まあ、中国でもね、シーケンサーで作ってガンガンやってるんで、で、まあ、最近の話でもやっぱ韓国の方が進んだりしてるんですよ、まあ、むしろ韓国では断然進んでますね、ゲノムを使ったホールゲノムシーケンスで患者さんを見るとかいう技術はどんどん出てきてる、日本がすごく取り残されてる。今ならまだ間に合うかもしれないけど、頑張らないと間に合わないぐらいのところまで来てるよっていう話ですねと思いますよ、僕は。いろいろゲノムを見てきた人間として、まあもちろん研究もそうですけど、こうビジネスの面からずっと見てきたんで、ね、あと遺伝子診断、遺伝子解析のビジネスもずっとやってきたんですけども、やっぱり他の規制もそうですし、あの基礎研究の分野でもやっぱりどうしても見ようと気がする。いつもここはいいなと思います。突破口はやっぱり、まあ、回り道かもしれないけど、やっぱりそういうところ、基礎研究とかそういうところを投資するみたいな。基礎研究こそ宝の山なんですよ、だからそれはね、企業にそれを求めるのは無理だと、本当に国がやるべきですね、あれはね。だから基礎的経費みたいなのをあんまり減らすのもどうかなと、いや誰かが思いますよね。重要ですよ。ゲノムは人間のゲノムだけ見ても分かんない、ね。進化の過程でこのゲノムが出てきたんで、はい、他のゲノムを生物比較しながら見ていく、逆に見ていくといろんなことが壮大ですね、本当に。そうなってくると時間軸もこう生物の範囲って、逆にそこを海外では宝の山と見る、日本はこんなの何の役に立つんだって見ると、やっぱ基礎が重要だってことですね。重要、特にライフサイエンスの基礎が重要です、本当にイノベーションじゃないです、基礎です。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。なんか最後はいい道があるといいんですけどね、思いを語ってしまいましたけど、みんなで中に道を見つけたいですね。ぜひあのリンクジェンの力でリンクジェンもそのいろんな一部の力にかからないとは思いますが、頑張ります。ゲノムジェンぐらいゲノムジェンいいですね。ゲノムジェンいきますか次は。はい、じゃあどうもありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。